黒姫山とは、新潟県糸井川市にある山のこと。標高線221メートル。大見黒姫山とも言う。飛騨山脈の北端に位置する。狩猟線上の犬ヶ岳から北東方向に派生した尾根の末端にある。山頂には、祠と一等三角点がある。日本海に面していることから、うなばらを見渡せるダイナミックな景色が特徴。日本三百名山の一つ。 山全体が石灰岩でできており丸ごと露天掘りによる鉱山となっている。鉱石は山独にある電化株式会社大見工場に運ばれ、セメントやカーバイドの原料となっている。工場は24時間操業が行われており、工場から出荷される製品輸送のために近隣の JR 北陸本線大見駅まで貨物用の専用鉄道が敷かれていた。また、 黒姫山東側一帯は、明星セメント株式会社糸井川工場により、石灰石が採掘され、6km 先の、同社セメント製造工場にベルトコンベヤで運ばれ、セメントが製造されているほか、日本海に臨する姫川港から骨材として各地に供給されている。同社鉱山の2013年の採掘量は、約300万トンと、国内有数の石灰石鉱山となっている。 殿下大見工場からの入山は、鉱山の開発により通行禁止となった。現在は、隣接する大見川を、さらに上流へ向かったところにある、清水総登山口から入山しなければならない。旧西首引郡大見町出身の、元関脇黒姫山の湖名の由来でもある。古来からの沼川姫伝説が伝わっている。ありがとうございます。